ト君、ちょっといいかな。一緒に行ってほしい場所があるの。ちょっとね、怖い感じの噂を聞いたの。森の奥からする不気味な声の原因がわからないって話で。ごめんね、嫌なら行かなければいいんだけど、気になっちゃって。キリト君が一緒にいてくれるなら挑戦できるかなって。私が怖いものとか苦手なの知ってるでしょ。あ、キリト君ったら、もしかしてからかってる？怖いから、なるべくクエストだといいな。キリト君は幽霊とかって信じてる？私は、こういうのって現実も仮想も関係なく怖いの。お化けと幽霊ってどう違うのかな？KOB の副団長だもの、しっかりしなきゃ。え、何？光る球体があった。まるで火の玉みたいだったなんて。ちょっと冗談はやめてよ。うん、指ささないで、見たくないから。え、なんだ、何にもないじゃない。もしかして冗談言ったの？キリト君の意地悪。わかったよ、そんなに言うなら確認してみましょう。いるわけないけどね。やっぱり怖くなってきたかも。ほら、やっぱりいないじゃないって。嘘、本当に火の玉だ。何、子供の笑い声。いや、幽霊追い払わなきゃ。それ、その石で追い払って。今よ、その石を投げて。何か見えた。何度来ても怖いね。キリト君、こんな時に何で写真？暗いね。いなくなった。ああ、よかったよ。ありがとう、キリト君が追い払ってくれたおかげだね。やっぱりキリト君は頼りになるね。今の何だったのかな。怖いよ。火の玉、子供の泣き声。キリ
リト君がいれば安心だよね。何かあったら守ってくれるよね、キリト君。まだまだ安心しちゃダメだよね。え？さっきのは幽霊じゃないかもしれない？うん、確かに VRMMO で幽霊なんておかしいもんね。それに石を投げた時に遠ざかる足音が聞こえた。おかしいね、幽霊に足なんてないもんね。あ、そういえばね、私も変な匂いを感じたかも。今日はもう遅いし、この辺にしておこっか。明日また来てみましょう。また現れた！キリト君、どうするの？え、退治するの？確かに幽霊じゃないなら倒せるかもしれないけど。でも、正体不明に違いはないから、十分気をつけましょう。キリト君もやっぱりモンスターだと思う？そっか、それならなんだか怖くなくなったかな。とりあえず解除されるまで待とうか。動けないのか。ちょっといたずらしちゃおうかな。えいえい。まさにされるがままだね。さっき私のことをからかった罰だよ、なんてね。でもどうすればいいのかな。時間経過で治るかな。それまで待ってみる。じゃあそばにいてあげるよ。私と一緒なら襲われても守ってあげるから安心してね。そんな困った顔されるとこっちも困っちゃう。大丈夫？大丈夫かしら。こんな状況で撮っても情けない思い出になりそうじゃない？もう少しの我慢だよ。そばに何か落ちてるね。これって相手をスタンさせるための使い捨てアイテム？
これを敵モブが使うはずないし。じゃあさっきの敵はプレイヤーってこと？